恐ろしい、恐ろしいね。ぬるくなればなるほどさ、泡出るじゃん。乾杯。乾杯。一気ですか。いや、一気はしない。できない。綺麗。月が出てる。あれ月だね。月だね。お、いいね。いいね。今日は淡路島のなんだっけ、後の前忘れちゃった。吹上浜、教育キャンプ場というところに来ています。ね、なかなかいい感じのところですね。松の木が。多分この向こう海なんだよね。ね。全部入れた。今日もブラックニッカ。ブラックニッカ。ブラックニッカ。もうなんか良さそうじゃない？もう出来上がったじゃないかな。美味しそうだね、うん、あ、でもこっちがちょっと焼きが甘くない？こっちは焼けてるけど、ここでしばし焼こうか。いやほら、こっち側が初登場、マルチグリドル買っちゃいました。てかマッサンに買ってもらいました。今日初めて使うね。あ、これで海鮮を焼きたいと思います。じゃあちょっと温めましょう。
淡路島の、あ、一応新玉ねぎだ。いいじゃない。新玉ねぎをいきます。淡路島は玉ねぎで有名なのを知ってると、島中があんな風にさ、玉ねぎ畑っていうのがちょっとびっくりした。全部にかける。そしたらなんかそのまんまのも残したくない。だから一つずつそのまんまで焼いて、あとマキシマムになるな。うまい。エビを蒸して蒸し焼き。Oh.